備の数はもう十分です。次は上演中の舞台へ上がる準備ですね。爆破の瞬間舞台に乗り込む、それだけだろ。爆破してからじゃ遅いんです。あらかじめ舞台の上にいてもらわないと。舞台に色だと？役者でもあるまいし。ですからライトさんには役者になってもらいます。できるかそんなこと。できるできないの問題じゃないですよ。やるしかなければやるだけか。まずは花火を親方に届けましょう。舞台に上がる交渉はその後です。ライトさんめっちゃ可愛かったですね。できるかそんなこととか言ってめっちゃ可愛かったんですけど。さて今回も始まりましたライトニングリターンズのお時間です。仲間でたっぷり千早です。よろしくお願いします。サイドクエストをですね裏で済ませてあります。2つやったかな。これか、酔いどれの花火とベラボーの花火かなはやっておきました。はい。でこっから、花火スポットに、まずは花火を届けてください。その後に花火スポットの像の脇。了解。あ、そうか、こっちか。花火の人はこっちにいたね。どこだっけ、これか。親方さんちーす。おう、なんだ、こっちは今花火なのか。時報と、確か花火は花火だ。これで足りるか。おう、ご苦労。って、おお、これは多すぎるな。舞台が吹き飛ぶぐらい派手にやってくれ。面白い。それも先生の指示か。本当にいいんだな。よっしゃ、引き受けた。ただしこんだけ花火を使えば当然危険が伴う。万一に備えての打ち合わせは念入りにやっとけよ。死人が出ちゃかなんからな。演出先生ときっちり相談しとけ。了解だ。火薬の量が多すぎること親方に見抜かれてしまったでしょうか。見抜いていれば止めたはずだ。信頼する演出家の指示と信じて疑わなかったのだろう。ライトさんの正体も疑ってる。これでライトさんが舞台に上がれるかな。待たせたな。花火の準備は終わったぞ。よし、舞台の特殊効果は万全だな。あんたの希望通りド派手な舞台になるぜ。神様の像がぶっ壊れてもおかしくないくらいのな。そんな危なっかしい舞台に上がるのはおめでたい役者だけだな。あんた何が言いたいんだ。俺の役者たちに文句でもあるのか。心配してやっているんだ。ご自慢の役者が花火で吹っ飛んだらどうする。危険な演出をこなせる代役が必要だ。そりゃそうだが、急に代わりの俳優なんて。代役はここにいる。そうか、最初からそのつもりか。派手な舞台を用意したのは自分が出演するためか。すがすがしいほどずうずうしいな。実に傑作、まさにクソ度胸。あんたなら解放者の役を任せてもいい。出演交渉は成立だな。おっと待った、一つ条件がある。本気で舞台に上がる気なら主演女優として恥ずかしくない衣装を持ってこい。普段使っている衣装でいいだろう。ダメだな、いつもの女優が着る衣装はあんたのイメージには合わない。衣装が似合わん役者など俺の舞台にはあげられない。自分にふさわしい衣装ぐらい自分で選んで持ってこい。いや、勝ち取ってきてもらおうか。衣装を勝ち取るだと？闘技大会だ。あんたに似合いそうな衣装が大会の賞品になっている。大会を勝ち抜いて獲得してこい。これはオーディションでもある。危険な舞台で演技をこなす実力があるなら大会なんて楽勝だろ。さあ、
闘技大会で勝利して解放者役の衣装を手に入れろ。この条件がクリアできたなら、今夜の舞台はあんたが主役だ。キラーン。深夜3時までに衣装を手に入れる、結構きついな。とりあえず闘技場に行かなきゃいけないらしいね。これあれだな、使わないとダメだな、グローリーポイント。あ、23、一応使っとくか。何があるか分かんないからな。クロノスタシス発動でもって闘技場のエリアに行くには、これだね、勇猛のエリア。まあサボテンダーのところからまっすぐ行きゃ良さそうですね。了解。の条件は闘技大会での優勝。ライトさん、簡単に言ってくれ。闘技場へ向かって衣装を手に入れましょう。急がないとフィナーレに間に合いませんよ。ここは勇猛のエリアです。着きましたね。おー、挑戦者かい。私はこの闘技場のオーナーのゾーイだ。初めて見る顔には、ま、ああ頼む。闘技場では豪華な賞品をかけて魔物と真剣勝負をするんだ。一回の挑戦には時間がかかるからね。時間がかかるんだ。1試合10分か。了解した。まあ10分なら大丈夫かな。闘技大会に出場したい。賞品の衣装を勝ち取ってこいと言われてな。事情はサザックから聞いてるよ。さて、あんたに解放者の役を演じられるかね。ああ、それは知っている。解放者としてこの世界を救いたい。人々を守るためならばどんな敵をも恐れない。本気でそういう覚悟があるか、戦う姿で示してもらうよ。いいだろう。戦う覚悟は慣れている。腕に自信があるようだけど、泥臭い戦い方は認めないからね。なんといってもあの衣装は私のお手製だからね。勝ち取るのが楽しみだな。今夜のスペシャルマッチに勝利してもらおうか。主演女優らしい美しい勝利で観客を熱狂させてみな。さあ、荒ぶる女優魂。まずはこのグレムリンっていうのを戦えば。了解だ。よし、行ってきな。参ります。まあグレムリンくらいだったら大丈夫でしょう。どうやって戦うのがいいかな。サンダラ打ち込むか、エリアブラストか。さあ、熱き戦いの幕を開けるよ。今宵どんな挑戦者を迎えるのはこの子だ。みんな拍手で迎えよう。挑戦者ライトニング。大迫力のショーいざ尋常に。リアブラストできます。 OK。 あー、グローリーポイントもらえないんだね。まあそうだよね。勝者ライトニング。手に汗握る素晴らしい戦いぶりだ。次の勝利も乞うご期待。ファーストラウンドは突破だね。ライトさん、あと2勝ですね。さあ、セカンドラウンドだ。参りましょう。アヌビスか。どうやって倒したっけ。結構簡単に倒したよね。よ、戦え。 OK。 こんなんじゃ負けませんぜ、旦那。ライトさん、残るは最後。いよいよ。最終戦はザルティス。ちょっと強そう。よし。
こいつなのね。一度戦ったやつでしたね。破れるつもりはない。レプロテ、デシル、そんなに死にたいか。ラフィットブリザード、リジェネガー、ついでだから回復しとこう。スパークロー、いや、フロストグローの方がいいかな。ちょっと間に合わなかったね、今のはね。ラピッドブリザード、リジェネガー、フロストグロー、弱点なんだよね、全然効いてなくね。あ、そっか、もともとあれが弱いだけか、攻撃力が。リジェネガード、ついでに体力も回復しときましょう。ラピッドブリザード、こっちは魔力高いからね。リジェネガード、めっちゃ食らった。ガードできてなかった。ラピッドブリザード、あぶねえ、さすがにまずいな。回復だ。レプロテして戦いましょう。強えなこいつな。ガード間に合わねえ。ラピッドブリザード、間に合わなかった。フロストブロー、ラピッドブリザード、さっきから間に合ってないんだよな。死神に合わせて、ガード捨ててもダメ的な。やばいな、勝てる気がしねえぞ。とりあえずライフ常に高水準保っとかないとな。デシェルでラピッドブリザードで攻めましょうか。強え、こいつ強え。ラピッドブリザード。終焉を思い知れ、そんなに死にたいか。なかなかあれし。ガン。あ、きつい。ラピッドブリザード。運命を悟るんだな。やばいな、これやべえよな。リジェネガード、フロストブロー、ラピッドブリザード、リジェネガード、いやーきつい。もっと回復しねえかな、サクッと。リジェネガード、普通に攻撃した方が食らってるな。全然できない。ガッ、あーきつい。リジェネガード、ライフ回復かかってくる。ラピッドブリザード、あ、やばい、デシェルかけてない。残されし時を、デシェネガード、うわー死ぬ。アレイズ使いたくない、できれば。オッケー、ノックアウトした。
上だぞ上ぞ、ラピッド上だぞ、撃てー。フロストブロー攻撃の方が入る、いやフロストブローの方が入る、いやー攻撃技がない、くそあとちょっとだったのに倒しきれなかった。リゼネガードで回復優先、フロストブローを、あなんか大丈夫、いけ、ここは攻め手に入れ、押し切れ、きついか、リジェネガード攻撃来るか、トニカ来るか、やばいね、あとちょいだったのに結局アリーズ使わせる羽目になってしまった。くぅ、反応して先に打ってれば勝ちだったかもしんないぞ今の、もったいねー。